はい。じゃあ俺はクレジットカード、あ、じゃあ先に大発生ステッカーがいるかな、なんステッカー、釣りのステッカーなんかあるこれ置いとっていいですか、あ、いいです、仲間だステッカーあー、そういうこと、これ大発のステッカー、あ、ダイハツね。ダイハツだっけ、ダイワかな。ダイのステッカーいらん。俺はステッカーこだわらんもんね。いや、釣りしてる感じがせん。うん。釣りしてますって感じがせん。いるやろな。貼ったか釣り師は。ハイエスに。うん、釣り師はね。ハイエスに。あ、安い、800円。ハイエスにいる。それは釣り師やもんね。釣り師800円、これいるか、ダイワさんがついてくれるよ、ダイワさん、これダイワってわかる、ん、もう釣りする人はすぐわかる、あ、こいつ釣りする人、人は多分ダイハツって言うやん、ダイワのステッカーかっこいいこれ、かっこいい件置いとるようなかった、うん、バッカーも悪いんですよ、ダイワやろ、うん、そんなんいいんじゃない、シナノのステッカーもこれだろ、いいねいいね、中入ってるけど、ん、売ってるとこ、あ、竿が入ってる、あ、竿、竿やんだって、竿入れ、うん、竿が入ってる、竿も入ってるよ、竿入れで売ってあるとこ、俺は入れ買ってもらえますか、ん、竿入れ入れんでいいかな、だってもう、ん、こっち安いんじゃない、なんでこんな安い、品物から、あ、もう、あ、あれか、片遅れか、これどう、いいじゃん、え、これ何、どこまでが台は、これ、これで分かる、でも分かれてない、うん、そう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 、うん、車に貼る、 GoPro にも貼りゃいいじゃん、どうしよう、あるかな、あれまだいらんね、うん、次でいいね、あとこのケースはいらんの、あ、イカシメはいい、俺はハサミで焦点や、うん、ちゃんと締める道具もある、うん、いらない、いや、まあ一人で行くことはねえやろ、あ、ポまだ一人で行っても締めずに持って帰ってきてどうにかなるやろ、ハサミで行くんですよ、あ、そのまま、うん、俺はもう大体締めて帰る、そこで駅道みたいなのが持って帰ってきて、うん、家のハサミにすればいいし、あ、家で、うん、まあ最悪チョップしたらウェアとかやウェアとかちょっと、あ、あるんじゃ、でもこれ、神ちゃん、こういうのって磯に行く人よ、多分、あ、そうか、確かに、たっけ、あれはゴアテックス的なもんじゃ、うん、とりあえずいい、シマノのこれがええよ、
あ、あるんですね、そういうのが。業務連絡です。店長、お客様より外線一番です。店長、外線一番です。それは家帰ってすればいい。いやいや、家だけや、箱は。あ、中段にこれつけるのはできる。じゃあ、ここでくるくる回しちゃう。ああ、うん、じゃあもう、今使うなんて何も。ない、もう、ライン巻いてもらうだけ。あ、いけるね、うん、リーダーは大丈夫ですか。ダメさっきの出さんと本なんいや、だから戻ってきたでも、いけるとなる。いや、先っぽにするやつが言わないと言ってリーダー最悪これできるけいや、今日にやっぱ一発目はやってもらえない大丈夫、すぐ寝掛かりするけ一個あれやん、物がもう溢れてる子供かいこれかいそれこれ開けてこれに入れて帰るなんかいっぱい買って帰ったらまた嫁に怒られる何事もなかったかのようにこれに大さめしていやー、まさか俺が釣りグッズを買うときが来るとは思わなかったな。宮崎でも7年おって横に釣り人おったのに一切釣りをしなかったけど。神田の竿貸してな、今度試しに速攻詰めるわ、多分ビールのはい、ここは店内ですよ。何を釣るんですか。ここも置いていっちゃう。ん？もう置いて。うん。一回。気をつけ、あの手がね、針が。先にあれ釣るよ、あの。あ、キャップね。うん、キャップ。あ、しとったね。ようさ、刺さるけ。ちょうどいい。あのキャップちょうどいい。先に釣る。はい。ここは店内ですよ。これは？ん？それはやけん今はつけれん、はい、竿にセットして。百均のあのキャップあれなん、百均がわざわざ開発したんか。ちょこっと置いとるじゃん、あのキャップ、あの釣り道具も。あ、そうやと。エギも売っとるよ。百均どこのやつ？あっこ、ダイソーか。シティモール。うん、シティ。行かない行かない。こっちもなんか入ってるよ、まだ。ミカ君のこれでもイカ釣りももうあれやね、子供も行けるやん。もう最悪その竿で。だけアジ釣ってアジを泳がしとけんですよね。あ、子供にそのままね。アジ逃げられる。昨日も最初一発目焦ってドラグ一気に締めてバラし。やんの？いや、なんか勉強した方がいいよ。うん、
一人いた時より。ドリブルはまだ遠目に行かんやろ。そう。遠藤大先生と行くか。これも箱いらんけど、置いてしたいとこだ。こんなお客さんいました？ここでいきなりばっかり全部放り込む。竿も出す。やばいね。なんか人生初めてよ、釣り竿買うの。やばい。もらい巻いた？おー、いいじゃん、ピンク。いつでももう釣りに行ける状態の。明日風強いもんな。マジ？明日行きたいの。雨は降らんけどさ。私もちょっと風が。ここに誘い、昨日も前も言おうたやん、これ全部刺さらんけん、根元まで。もう行くとこで止めるけん。これでも今日釣り行ける状態に仕上げてみる。どうやって持って帰るの、それ車乗る？乗らん。乗らん。ちょっとどうやって保存してる？いつそこでここ外してでラインつけて、俺はそれで持って。田口さん4番お願いします。田口さん4番お願いします。その状況にしていただいて。オートバンドとかついてないの？元バンドついてる。あの止めるやつです。はい、あ、そういうのも亀ちゃんあった方がいいかもしれない。俺はどこにある？こっち行ったところ。どこで元バンドか。えけバンドを縛るんですよね。そうですね。竿、うん、ブランブランじゃん。どっちが？いや日本が。そう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 。結構縛るやつ。輪ゴムじゃないの？輪ゴムでもいいんじゃない？別に。どういうこと？やっぱり俺も分からん、俺知らんもんな。付属品とことだよ。あった？なんとかベルト。マイティロット、あ、これやるな。高い？安いの？多分これやろ。エギーやけんこんくらいやねん。でも値段変わらんけどどうでもいいけど。ロッドベルトはこれやろな。あ、しまるこれや。しまる竹よ。ああ。高くね。俺それ買おうかな。はい、あるんだ。いや、なくすもん絶対。これでいい。かっけ。入るの？うん？いや、あれやろ、ベリベリやろ。うん、駅団は縛れるよ。いや、それでいいかな。添えてるとか、日本で。おいしそうなんて。ガチャンガチャンしとったんやけ、昨日。あった方が、ロッドは痛まん、傷つかん。ガチャンガチャンだってさ。どっちがいいと思う？え、しまうの？でもダサくないかっけ、これにエギやるんやろな。
閉まるダサい。あ、パーツか。うん、閉まるダサい。ダサいね。これで、これでよくないの。青がある。青が分かりやすいの、黒い。さっきのあれ言うた、ちっちゃい言うた。え、どっちでも大丈夫だけど、まあ、うん、M でいいんじゃないか。うん、水色がよくない。それ持ってきて勝手に箱でつけるじゃん。会計いかず振られる。ロットを束ねる、ロットを固着を外すってどういうこと。あ、裏に書いてる。あー、硬いのをこれで巻いていくって下になるよってことか。ロットを束ねる。いや、わかんない。あ、台はこれ島のよりも台はかっこいい。おー、ロットの固着を外す。固まった時ね、うん、あの1本を見にしよって。どっちがいい。竿はシマノですよ。それはあれと思う。でもなんか作りが値段が違うんやろ。値段一緒。シマノがちょっと安い。シマノにするじゃん。竿がシマノだけね。高いよ、でも1000円する。うん、チャチンもんね、これね。うん、一応しとったがいいと。これ竿がいけんね。え、竿がいけんね。大事にしたらいい。うん、安くはないよ、あれは。リールカバーもあったよ。いや、俺も本当言ったら、もう俺今もうだいぶもう傷ついて、もうそこまで今愛着はない。いや、でもそんな俺雑な扱いせんの。違う違う、イソとかテトラとか言ったら傷つくんよ。リールカバーも買っときるだけど買わんかったですよ。はい、どうぞ。ありがとうございます。どうすか、こことブルマークわけですね。遠藤さんの番号聞いとかんねん。師匠、先生の。ここに来てから家近いけど大丈夫。ポイントとかもわからんよ。やっちまいましたね。家この近くやったらすぐそこ落ちてる。あ、そうですね。俺が基本大津っすね。テトラ行ったね。近い県。どう、釣り人。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、長々と。カットだけお願いします。はいはいはい、了解です。レジの方は NG。 レジ使わんやろ。どう、これ動画ですか言われて。レジも持ってん。うん、レジの人はアップせんじゃろ。あー、お金のやつね。そうそうそう。あ、お金のアップせんの。やばいね。もう行きたいやろ今。行きたいね。